田拓也先生にご講演をいただきます。演題は迫り来るシンギュラリティと扶養階級の登場でございます。中澤の分析による講師田拓也先生のプロフィールをご紹介いたします。教中で寮を取ったサッカーの第2回東海にて、松田拓也は平和国家日本からシンギュラリティを起こす必要を力説、日本の AI 研究所幕末志士になぞらえた。 AI2 オープンイノベーション研究所所長、神戸大学名誉教授、宇宙物理学者、シンギュラリティサロンや計算論的神経科学の勉強会不適塾を主催、著書人類を超える AI は日本から生まれる他多数、以上でございます。それでは松田先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、松田です。で、今日はこういうタイトルで話します。違う、これか。はい、シンギュラリティがやってくる。遅くとも2045年、早ければ2029年。この2029年は何かというとですね、カーツワイルが、この時にチューリングテストをパスすると言ってるんですが、あるいはですね、漫画の広角機動隊が、実現するできる時は2029年なんですよ。で、私としては目標が2029年ですね、自分自身の手でシンギュラリティを実現したいと、これは、プレシンギュラリティと私は呼んでるんですが、ともかくシンギュラリティに突入するとですね、人類史の新しいページが始まるという話です。で、私は今日、いや自分の説というよりはですね、実はこの人、このユバル・ノア・ハラリ、これイスラエルの歴史家なんですが、この人が今非常に話題になっておるんですよ。で、日本語である本はこのサピエンス全史で、彼はイスラエルのエルサレムにある、なんとか大学の歴史学者です。で、これはこの本の話を今からしますが、この本の次がですね、この右の本ホモデウス、訳すればですね、神人間と、人間はこれから神になるという話なんです。で、この本自体は英語の本で、で、翻訳はまだありません。来年の秋には出るらしいですが、私は左のサピエンス全史を読んでですね、これなかなか衝撃的な本なので、で、ホモデウスがもっと衝撃的なので、それを、サピエンス全史も Kindle で買って2日で読んだんですが、このホモデウスもですね、Kindle で買って2日で読んだんです。で、話を知りたいと思えばですね、この今イヴァル・ノア・ハラリが非常に評判ですので、 YouTube を探せばですね、彼の講演が山のようにあるんです。みんな英語ですけどね。で、1時間ほどの講演を、聞けばですね、このホモデウスの話を、やってるわけで、あるいはですね、本を買わなくてもですね、このオーディオブックっていうのがあって、この本全部語ってるんですね。もちろん英語ですけど、15時間ですから全部聞けばもう買わなくてもいいというわけです。で、彼がですね、画期的なのはこの人類史4つの革命、認知革命ほぼ7万年前、農業革命ほぼ1万年前で、彼は科学革命と言ってるんですが、私は産業革命と言ってたんだけど、科学革命だと17世紀で、産業革命だと19世紀で、これから起きるシンギュラリティ革命という、この4つがあるわけです。で、私は従来のですね、講演会ではこの農業革命から産業革命で、これから起きるシンギュラリティと言っておったんですが、ハラリの新しいところはこの認知革命ということを言い出した。で、これはね、この本、ハラリの本はがすごいと思ったのはですね、ハラリはイスラエル人です。で、顔を見れば分かるように、どう見ても西洋人、白人なんですよね。ところがね、ここまで行っていいんかいというほどですね、あからさまに物事を言っておる。どういうことかというとですね、ヨーロッパ人がいかに残虐であるか、キリスト教がいかに残虐であるかということを、これでもかこれでもかと言っておるわけです。で、日本人はそれは当然と思うわけだけど、アメリカとかヨーロッパの知識人は思っていても言えないわけですね。だから彼はヨーロッパじゃなくてイスラエルにいるから言えるのかなと。で、かつキリスト教徒じゃないからね、ユダヤ教、同じような無事だなと思いますけどね。ほんで、
で、この認知革命というのは何かというと、虚構を信ずる力というんです。で、ホモ・サピエンス、このサピエンス伝子というのはホモ・サピエンスで、我々ホモ・サピエンスで、人類というのはですね、実は我々だけじゃないんです。で、たくさんあったんですね。まあ一番代表的なネアンデルタール人ですね。ところがですね、現在いる人間というのは、これはもう白人、黒人、黄色人、みんなホモ・サピエンスなの。なんでかって、ネアンデルタール人が滅んだか滅ぼしたか、あるいは他の人類はみんな滅んだか滅ぼしたんです。で、なぜこの我々、ホモ・サピエンスだけがこんな巨大な力を持つようになったか。で、これが彼の仮説。この虚構を信ずる力、これはどういうことかというとですね、客観主観という言葉がありますね。で、客観的というのは実際にあること、科学的な真実であり、あるいは事実です。あるいは主観というのは自分がそう思うということでだけですね。で、彼はここでですね、共同主観ということを言っている。これは何かというとですね、実際にはない、本当ではない、嘘、虚構なんだけど、多くの人が信ずること。で、この多くのことが信ずる、まあ、例えば一番典型的な例が神なんですよね。で、彼ね、だからユダヤ教ってそんなこと言っていいんかっていうわけですよ。つまり神なんか存在しない、そんなことは明らかだっていうわけですよ。で、西洋中世はね、神が存在したわけ。ところが、まあ、フランス革命以降ですね、啓蒙時代に入って神が亡くなった、死んだわけです。で、ところがですね、この神っていうのが無駄かというととんでもないと。この神があることによってキリスト教徒は一致団結するわけ、ね、イスラム教徒も当然一致団結する。これで巨大な力を発揮できるわけ。それが神みたいな存在がですね、その共同主観で、もっと典型的な例が貨幣です、お金です。で、お金っていうのは彼盛んに言うんだけど、例えばドル紙幣をこう持ってですね、あれは我々1万紙幣持って、これ何の価値もないと。紙ですね、これ金貨ならまだ価値はあるんだけど、紙切れですと燃やすべしまい。かつさらに言えばですね、全世界にあるドル、お金を全部合わせてね、紙幣であるかというとね、ほとんどなくて、銀行でですねのコンピューターにビットが立っとるだけなんですよ。だからないんです。ないけどあるとみんなが思ってるわけで、この紙幣の価値、ドル紙幣の価値というのは、彼はこんなことで、オサメ・ビンラディンとかイスラム国はアメリカが大嫌いだと、ね、で、アメリカは憎んでおるし、アメリカの価値観を否定しておる。ところがですね、アメリカ大統領を印刷したこのドル紙幣だけは愛しておるというわけです。で、それほどですね、このドル紙幣というのにはみんなが認める価値があるわけですね。だからないけどあると。で、同じことがですね、国家とか会社、例えば国家、日本中国家はないわけ、ね、国土はありますよ、国民がある、ね、で、こういうものもある。だけど日本という国家はないわけ。あれ、会社もそうですね、会社、社長とかね、CEO とか言ったってね、こんなの肩書きだけなんですよね。本当に偉いかどうかっていうのは、みんなが偉いと思うから偉い。で、肩書きっていうのはこの辺にね、社長と書いてあるかって言ったら書いてないわけですよね。で、みんなが偉いと思うから偉い。例えば北朝鮮のキムちゃんなんかですね、あんなん全然本当は偉くないはずでしょ。だけどなんでクーデターを起こさないんだって、みんなが偉いと思ってるから偉いんですよ。で、彼はさらにね、ここがね、言っていいのかね、自由とか人権なんてのが虚構だっちゅう。で、人権って、例えば人間が死んだ人間って解剖したらどこに人権があるんだと、ないでしょって。だからみんなそんなこと分かってるわけよね。でもアメリカの憲法にはですね、人権というのは人間が生まれた時からあると、そういうわけですね。これはフランス革命以降の話なわけね。それはみんな現代人がみんなも、まあ現代人って北朝鮮ですけどね、西洋はみんな持っておる価値観で、これはほんまだと思ってるわけ。人権というのがあるって、人間生まれながらにして人権なんもないっていうわけですよ。で、ところがこの虚構を信ずることで多くの人間が協力できると、これが協力の力だ、ね、チンパンジーというのはね、実際自分の見知った、まあ、せいぜい数十匹から百匹ぐらいまでしか協力できないと。人間はですね、何千何万何億の人間がですね、見ず知らぬ人間が協力できる、これが力の根源だと。これが彼の一番の説。
この次は農業革命。これはまあありふれたことで、約1万年前に氷河期が終わって寒氷期に入ったと。でそれは地球温暖化のおかげなんだけど、でメソポタミアで狩猟採集経済から農業が起こったと。で農業が起こると食料が備蓄できる。だから富が発生し、権力が発生して、村ができ、都市ができ、国家ができると。だから現在我々がこのような姿にあるのはですね、認知革命のおかげであり、農業革命、つまり地球温暖化のおかげなんです。で次は科学産業革命ですが、科学革命、これはまあ1600年にですね、ガリレオとかニュートンが出てきてですね、近代科学を創始したと。でそれを使うことによって、産業革命が起こった。まあ最初残ったのは英国ですが、最初英国で蒸気機関ができてですね、で次に内燃機関、電気、原子力、コンピューターと、まあ、これ一時に三時の産業革命というと。でこれから起こるのが4次の産業革命だと普通はよく言われるわけです。だけどとんでもない。4次の産業革命みたいな、そんなしょうもないもんではないと、ね、これから起こるのはですね、人類始まって以来どころか、彼には生命が始まって以来の大変革だって。なぜならばですね、生命というのは有機物だと。これから生まれるのはですね、シリコンみたいな無機物の生命が生まれてくるというわけであってですね、これはもうね、40億年経って初めて起こる大変革なの。で、シンギュラリティ革命。で、ハラリによればですね、人は不死になる、死ななくなると。で、ホモデウスっていうのはですね、ホモサピエンスからホモデウス、デウスっていうのは神なんですね。で、神と人間の差は何かというとですね、死ぬか死なないかなの。で、キリスト教の神とかイスラム神はまあむちゃくちゃ偉いんだけど、普通の神さん、例えば日本のね、神さん、あのアマテラスとかスサノオとか、スサノオの御事なんてあんなもグレンタイと変わらんわけですよ。暴力なんですよ。で、ギリシャの神々って言ったら、ゼウスって何者だって、あれは全く女たらしいですよね。で、まあ皆さん知らんかもしれんが、あの美の女神、ヴィーナスって、あれは不倫の女神ですよね。例えばキューピッドで知ってますよね。キューピッドって、あの、ヴィーナスの息子なの。で、キューピッドはヴィーナスとマーズという神、火星ですね、の不倫の子供なんですよ。というわけで人間なの。だけど何が違うかって言ったら、彼らは死なない。で、これから人間が死ななくなると、まあ今不死の研究者が残られてるわけだとすれば、人間が神になると。だからでさらにですね、ヒューマニズムっていうのはね、これは人間中心主義と訳すべき。皆さん方、ヒューマニズムというと日本人は、ね、博愛主義と間違っとるんだけど、これは違うと。人間が世界の中心だという考え。だから牛を食ってもよろしい、豚を食ってもよろしいというのがヒューマニズムなんですよ。で、シンギュラリティ後の3つのシナリオとして、ユートピア、まあ、全人類が不死になると、全人類がホモデオスになると。だけどそれは多分ありえないというのがまあ彼の立場で、で現実的シナリオはですね、さらに一番下はさっき言っておきましょう、ディストピアで人類が滅亡すると。例えばね、ターミネーターとかマトリックスとか、ああいうのは私から言わせればハリウッド的世界観で、あんなものは起こりっこない。でそれはあのハラリもそういうし、多くの研究者ですね、AI の研究者はそう思ってるわけよ。で危険なのはコンピューター、意識を持ったコンピューターじゃなくて人間なんですよ。人間の軍事利用するのは人間なんです。で私は現実的なシナリオとしてですね、ホモデウスになれるのは一部の人間、金持ちだけで、残りの人間、皆さん方はみんなユースレスクラス、扶養階級に転落すると。でこれが二極分化。問題はですね、このホモデウスが何パーセントかが問題で、今ねよくやってるじゃないですか、 1% 世界中の人口の 1% が半分の富を占めておるとね。ところがね、今ね、金持ちは、例えばビル・ゲイツはですね、まあ仮にですよ、1兆円持っとったとしましょう。で、あなた100万円持ってたとしましょう。そうすると彼の方が100万倍金持ちなわけよ。だけど、100万倍幸せかというと、そんなことない。100万倍長生きするかというと、そんなことない。ビル・ゲイツだったら年も取ってるけどね。で、死ぬんですよ。だから平等なの。だから人々は認めてるんだけど、そのうちにビル・ゲイツが死ななくなるんですよ。許せますかということですね。で、人類の二極 分岐と。で、国家は労働者、農民と兵士を必要とする。従来の国家ね。
で、シンギュラリティが起こるとですね、エリートはホモデウスになると、他の多くの人々は扶養階級に転化すると。いや、これは僕が言ってるんじゃないよ、ハラリが言ってるんですよ。で、兵士は国家の要という話をしますが、ギリシャ・ローマ時代、兵役は市民の義務です。まあ、左上があれローマの兵士ですが。で、特にギリシャはね、そうなんだけど、青年男子は兵士になる義務があるね。で、それが市民権を持ってるわけで、だからいわゆる女子供は兵士になれないから権利がなかった。だから労働は奴隷がやってたわけで、ローマではですね、まあ最初はそうだったんだけど、そのうちにですね、あれちょっとね、僕ね調べてびっくりしたけどさ、あの兵士、ローマの兵士もそうだけど、あの盾とか鎧あるじゃないですか、あれみんな自前なんで、自前で買えちゅうのね。ほんだら映画で見たらみんな揃ったあの兜かぶってるじゃないですか、あれみんながバラバラなかったらバラバラなんじゃないかなと思うんですけどね、あの映画は嘘だと思いますが、まあともかく、で後になってですね、ローマは兵士が傭兵になったのね、それで滅んだのね、ローマはね。で、西洋中世はですね、兵士というのは貴族とかないとですね、これね。で、これね、皆さんよく知らないかもしれないがね、西洋中世の戦争っていうのは多くはね、傭兵がやっとったの。それからさっきね、だんだん卑怯とか言われたじゃないですか。これ卑怯って面白い話があってさ、この鎧あるでしょ、とか、あのね、強力なバウガンチョになりますね。これでね、打つとね、このね、鎧をね、貫くんですよ。そうしたらね、それは卑怯だって。で、バウガンを禁止すべきだって言って。だから卑怯も減ったくれもない、戦争勝ちゃいいんですから。で、ナポレオン以降の近代国家が国民開兵、徴兵制になったんですね。ところがですね、皆さん方ね、徴兵制はけしからんと思うでしょうね。で、兵隊ってけしからん、まあ日本平和国家だからそう思っとんだけど、これから起こることはですね、皆さん兵隊になりたくてもなれなくなるのよ。なんでかって、いらんから。で、戦争の自動化、ドローン。まあ、こういうのありますね。現状では人間が操縦している。これはどなたかおっしゃいますよね。で、これが操縦しているわけ。で、現在大問題になっているのは、この人たちが心理的負担が大きいということ。さらにですね、もう一つ問題があってですね、給料がそんなに高くない。だから民間がね、この人たちみんなで、ね、取っていくらしい。だから非常にね、国防省困っているらしい。だからこれを完全に人工知能化しようと考えている。これが実は危険なことなんだけど、で、こういうのね、自律的致死兵器と言うんです。で、敵の判定を AI が行うとね、で、どうするかと、これは機械学習ですよ。で、機械学習でどうするかというとですね、まあ、いっぱいね、学習サンプルで学習するわけで、多分ね、私が やるとしたらこうするわけ。まずね、ヒゲ生やしておるやつは敵と思えと。いや、これはイスラム教徒そうですからね。それからね、実はね、前ね、イラクで誤射事件があった。これ人間がやったのね。ニュースの報道のね、炎上ね、アメリカのヘリコプターから離れたとこから撃って殺した。これ YouTube でアップされてる。これなんで間違えたかって言ったらね、長い棒を持っとったと。これカメラ先にね、マイクがなんかついとったのね。で、それをあれと銃と間違えた。だからその機械学習やった時に、ね、長いものを持ってたら敵と判定せっちゃなことになるとややこしくて、で、ヒゲを生やしてたら敵だったら、イスラム国そのうちにターバン巻きますよな。で、いや、ヘジャブかぶるか。そうすると、ね、男も女も区別つかなくなる。そうすると男も女も何でもいいから撃てるみたいなことになるわけですね。ちなみにこのね、ミサイル のソフトって、マスワークス社の、マットラックというソフトがあるんだけど、それにシムリンクというソフトがあるんだけど、それを買うと ね、この自動追尾システムのソフトがデモでついてくる。で、中見てみるとなかなか面白いね。で、空気が上空に行くと気圧が低いとかみんな入ってるわけね。ですから今やね、その気になればですね、簡単に作れるわけ。さて、これはズムボルト級駆逐艦。実は
その AI と軍事とか言われてですね、僕はねミリオタなんだけど、けどあんまりそういう発想はなかったわけよ。でこのズムウォルト教育疾患というのはですね、1万4000トンのアメリカの最新鋭なんだけど、ステルス艦ですよ、この格好から見て。まあ言いたいのはこの中この乗員が140名しかいないので、この前の駆逐艦が、まあ、現在の駆逐艦でアーレバーク級ですが、これは380名もおるというわけで、これ省力化されてるわけで、私が、まあ、妄想するところ、僕こんなん作らんでもいいと思う。あのね、中古船買ってくるのよ、ね、10万トンぐらいの貨物船、それをね改造するので、そこにミサイルですよ。このミサイルをですね、安く作ることが重要なんだけど、これは AI が進めるですね、その 3D プリンティングでできるだろうと、そういうものをですね先発を乗っけるわけ。それをね北朝鮮の沖合に浮かべて、日本海の真ん中に浮かべておくわけで、だから核ミサイルも何も無力化できるっていうのが私の妄想です。なあ、まあ私に金さえよこせば作って、でこれは陸軍はスーパー兵士、これ人間とロボットが、このロボット兵士を作るっていうことは誰でも考えるんだけど、実は結構ね難しいしね、高いんだよ。だから人間の方がいいわけ。そこで人間をこうパワードスーツを着せてですねやろうというのが当面の計画で、ところそういうのだってこの人間の兵士が不要なんです。だからよくね、あの丸々党のね、あの年取ったおっちゃんはですね、あるいは愛元都知事みたいな人はね、徴兵制を復活する、全くナンセンスよ。なぜかって言ったら、今後の戦争はですね、まあロボット化されるんだけど、兵士はもちろんいるんだけど、それはプロです。今後の兵士は少数のプロだから徴兵制は不要で、なんでこうなってるか、先進国特にアメリカのね人間の値段が高いんだよ。だから死ぬと、あれ怪我するとやらないんだ。なぜってね、だからイラク戦争したためにですね、アメリカねあれ300兆円かかってるのにね、なんでかって言ったら、死者はそんなにたくさんいないかもしれんが、怪我した人いるじゃない。でその人たちを全部ね保険で賄わんといかんわけで、こんなことね、実は私は、これ私事だけど、私の父は昭和19年にあのマリアナ海戦で亡くなったんだよ。でそのことは自分には知らされなかった。で母は再婚したんですが、で後々になって知らされたわけよね。で母はねその父の遺族年金を受けてたわけ でそれが、母が数年前に亡くなった。で母の遺品を整理してたらですね、その遺族年金の証書が出てきて、で私がですねそれを遺産相続できるんですよ。いいですか、戦争終わって70年ですよ。それでまだね、まあまあ年に2万円ぐらいですけどね、日本政府はまだ金を払い続けてるわけよ。で1000ゴリンですからね、赤紙のね、そんな安いわけだけど、アメリカなんかやったらそれで済まんから、戦争っていうのは高くつくわけというわけで、今後はですね戦争商売が傭兵会社、これはもうアメリカすでにありませんね。で戦争のロボットからする、だから普通の人間は兵士にすら なれない。でさらにですね、こういう物理的な戦争以外にサイバー戦争という新しい戦争が起こると。でスタックスネット事件というのはすでに起こったわけだけど、これはイランの遠心分離機をですねアメリカとイスラエルが組んで、あのウイルスを撒いて潰したという事件があるわけ。さて今は戦争の話ですが、一般の皆さん方はどういうことが起こるかというと、技術的失業が起こる。これ横軸にですね、まあ、人間高所得高スキルな人、中所得定型的業務、低所得低スキルで、こういう高所得高スキルは例えば経営者とかクリエイターで、問題はですねこの真ん中で事務労働、左は肉体労働感情労働でですね、今こう AI かロボットかでこの真ん中の中間階級がガーンと押される。でよく言うのはね、あの AI 化が進んで人工知能が出てきたら、まあ皆さんはですねこのしょうもない仕事はせんと、もっとクリエイティブな仕事はしなさいというのね、あれ言うだけ嘘です。だってできっこないじゃないですか。今までね、例えばあの銀行でですね、その査定をやってた人がね、もう君の仕事ありませんよって、明日 AI のソフト書いてくださいって、なんできるわけないじゃないですか。特にそれが10代20代ならまだまあなんとかなるけれども、50になって失業してですね、はいあなた明日から AI のソフト書いてください、できるわけないよねって。いやこんなことないですよ。やればできる。私実は74歳で、自分はですね今何やってるかというと、そのさっき言った紹介されてですね、あのオープンイノベーション研究所で週5回勉強会やってるんですが、
でそのうち2回は計算の大きく神経学の勉強会で、残りの2回が機械学習の勉強会で、あとの1回が HTML の勉強会で、だいたい5時間なんで、で、その機械中 の学習のですね、コードに1行1行読んでですね、面白いね、学生にさ、この答えさせるでしょ、みんな、昨日もそうだったよ、4択問題ね、間違いって。みんなこれしか残ってへんなって、だからこの学生の間違いもこの快感を味わっているわけですが、さてホモデウス対扶養階級、国家にとって人民の必要性はとは、今までは労働者、農民、兵士で、そのためにですね、国家は国民必要とした。これはね、ナチスでもそう、スターリンでもそう、中国でもそうですから、公的教育とか医療とか保険制度があって国民を大事にしたんですよ、ね、ナチスでも大事にしたんですよ。ところがこれからシンギュラリティ革命で AI とロボットが仕事を代替すればですね、でホモデウスになれるのは不死で長寿になれるエリートだけですから、多くの人民は政治的経済的に全く不要な存在になる。これは僕が言ってるんじゃないですよ、ハラリが言ってるんですよ。ですからこの扶養階級に、ね、公的教育、医療、保険なんかやる必要ないじゃないですかと。むしろこの扶養階級って言いたいのね。でどうなるかというとですね、こういうのエリジウムで、エリジウムという映画があってですね、このエリートは、あのこの映画ですね、エリート2万人ほどが宇宙植民地に住んで、これは死なない、ね、で残りの人間が地球 で地上で悲惨な生活していると、これ2100何年かの話ですね。ちなみにこれマット・デーモンで、これは扶養階級 のヒーローですよね。でエリジウム世界、少数のエリートは宇宙職人と、多くの人は地上で悲惨な生活、だからこれからそうなるんですよと言いたいわけで、世界の二極、今のはね、人類は二つに分かれるっていうんだけど、まあもうちょっとね、もうちょっと現実的な話をすると、世界が2つに分かれると。シミュライティに成功する国が21世紀の先進国で、失敗する国が後進国に転落すると。で、第一次の大分岐というのがあってですね、これは産業革命に成功した国と失敗した国。で、成功した国は欧米と日本です。で、これが帝国主義勢力になったわけですよ。ところが成功しなかった国で代表的なのが中国、インド、トルコです。で、中国は特にですね、それまでは世界最大の大国であり最先端の国だったわけ。ところがこの産業革命に乗り遅れたためにですね、欧米に、さらに日本ごとき小国に蹂躙された。ですから今中国の支配層はですね、100年国治といって、治って始め、この100年間、この日清戦争に負けて以来、ね、あるいはその前のアヘン戦争に負けて以来、この恥をなんとか晴らしたいというのが今の中国のモチベーションになっているわけです。でこれから起こるのは、シンギュラリティに成功する国が21世紀の先進国になり、失敗する、成功していない国が20世紀の後進国だ。だから中国は今膨大な AI 投資をやっているわけですね。で日本は支配層はあんまりその辺のことが分かっているのか分かってないのか知りませんが、対してどのぐらい違うかというと、日本の政府がですね、投じる予算が、ね、数百億ですよ。で日本の、ね、民間企業は投じる予算が、ね、3000億なんです。アメリカの民間企業が投じるお金がね、6兆なんです。で、中国、日本政府は数百億ね。で、中国政府はですね、1兆投資しようと。あれ1兆から10兆投資しようとしてるわけ。これは100年国中、今度こそは負けんということですね。で、シンギュラリティのうち、2029年までは特化型人工知能の発展で、自動運転とか自動翻訳とか知的労働の自動化とか技術的失業とか、まあまあそう、小林さんがあの話されたような話ですが、2029年に汎用人工知能ができると。で、汎用人工知能で、これを私はプレシンギュラリティと呼ぶと。そうするとですね、2029年までと29年以降はちょっと違うと。で45年に超知能が出現。超知能というのは人間よりもですね、73億倍賢い超知能なんですが、で、シンギュラリティと。で、あるいはですね、機械超知能、どっかにね、あの神様みたいな知能がおるんじゃなくて、人間とドッキングするんですよ。いや、私はしたいと思うわけ。で、超知能を備えた超人間、または機械超知能。で、ポストシンギュラリティ時代と。
さて、汎用人工知能をめぐる世界の大競争って実際ですね、あんまり知られてないけれども、今密かな競争が、で特にトップを走っているのがディープマインド社で、これはグーグルの子会社ですね。これは天才デミサーサービスが作った会社、2010年ぐらいに作ったんで、アルファ碁を作ったことで有名ですね。でグーグルの子会社になったわけで、グーグルは数年前に買った500億から600億円で買ったんです。なぜ買ったかというと、この、ね、何にも製品を出してないんですよ、ね、アルファ碁でね、あのイーセドルに買ったかって言っても儲からんわけですよ。むしろ賞金出してるぐらいですよね。だけど天才を買ったわけよ、ね、デミサーサービス、天才を買った。この天才の値段が500億なんです。で、今現在世界40カ国からですね、250名集めてる。これはものすごい脅威ですよ。でバイタリアス、これはアメリカの会社で、ディリプ・ジョージというインド人が作ったんだけど、これはまあ数十億、あの例えばイーロン・マスクも金出してるしですね、それからアマゾン の社長も金出してるし、 CIA も金出してるんですね。で数十億調達したと。でこのホームページを見ると1700名から50名選抜したと書いてるわけ。もう天才と秀才の集団です。で私はこれを第二次嫌韓競争と呼びたいんですが、第二次嫌韓競争って何かって、まあ、ご存じないかもしれんが、第一次世界大戦が終わってですね、世界の、ね、超大国っていうのは実は3つ、アメリカ、イギリス、日本なんです。でこれが戦争の作り合いだったと。でそれじゃあね、たまらんということでね、ワシントン条約が結ばれて、アメリカ対イギリス対日本が10対10対7で戦艦を、制限しようと。でその次にですね、あの補助艦、これは巡洋艦とか航空母艦、これも10対10対7の制限。ところがこのワシントン条約が終わったら、急にですね嫌韓競争が始まって、日本は戦艦大和を作ったわけです。で現在はそのような状況にあると。で昔の戦艦で今の人工知能ですよ。でニューメンタっていうのは、実際ジェフ・ホーキンスが作った会社、これはパンパイロットっていうのを作ってですね、儲けたんで、自分の金を投じて会社を、研究所を作ったわけ。先ほどのディリプ・ジョージはこのジェフ・ホーキンスの弟子です。で例えばチェコではグッド AI という会社がですね、ゲーム会社の社長がですね、儲けた金でこれから汎用人工知能だっていうんで、10億を投資して会社を作ったんですね。で、まあ、米国 IBM ですね、これは3本柱、ワトソンが1000億ぐらいですね。でトゥルノース、これダーパから数十億調達して、あの脳型コンピューターを作ったわけですね。で2年前にできたのが質学習センター、これは上のホーキンスのアイデアをハードウェア化しようとしているわけで、私はこれを頭脳資本主義と呼びたいんですが、工業化社会においてはですね、資本プラス労働力だから、安い労働力を求めて企業は海外進出したわけだけど、今後はですね、労働力がいらなくなるわけだから、必要なのは資本プラス優秀な頭脳、優秀な頭脳の争奪戦です。優秀な頭脳ってどのぐらいかっていうと、これは私の勝手な定義ですが、人口の10のマイナス7乗、つまり1000万分の1、日本だと12人、これがですね、天才で、まあ具体的に言ったらノーベル賞でフィーズ賞を取った人ですね。でさらにその下に天才的と私から言うので、100万人に1人、日本で120人、まあ、これは大家とか経営者とか名付ける人ですな。それから準天才と私は、まあ、10万分の1、これは1200人で、私は、まあ、特に重要視するのはその下のプチ天才、1万人に1人、これ日本で1万2000人おるわけですから、これを集めたいと思ってるわけですよ。ちなみにね、京都市でね、プチ天才137人おるはずなんですよ、人口137万人。面白いのはね、天才はね、この計算でいうと 0.13 人京都にね。ところがね、ノーベル賞取った人が2人おるんだよね、あの山中さんと、それからマスカーさんが、フィーズ賞取った人が2人おるんだよね、あの森さんと、それから平中です。さらに僕の団地に住んでですね、佐藤の長官さんの佐藤先生まで入れた5人も、これ京都は異常に異常なあの町なんですが、さて、人工知能、強い人工知能と弱い人工知能という言葉があって、これは哲学的な分類で、強いとは意識を持つ人工知能、本来の意味での人工知能で、人々の危惧の対象、つまりこれを私はハリウッド的世界観と。で弱い人工知能とは意識を持たない人工知能、まあ現状はみんなそうですよね。で弱いからということで強力でないということは意味しない、これナンセンス、矛盾する話だけど、強い人工知能、弱い人工知能は意識があるかないかなんでね、意識がなくたって
例えばアルファ5なんてむちゃくちゃ人間は賢いわけですね。だから肌よりは盛んに言うんだけど、知能と意識は別ね、動物、生物はですね、どういうわけか知らんが、意識と知能がひっついとるわけ。だけどこれ必然じゃないと彼は言うね。だからこれから作るんなら意識なんか作らなくて知能だけ作れと。でね、意識どう作っていいかわからないという側面があるから、いやでもできるんですよ、意識はね。というのは最近シミュレーターサロンで講演された、あのアラヤという会社の金井さんという人がですね、それの作り方について講演して、で政府から金もらって、であと3年ですから3年後にできるはずなんですね。なんか知らない意識がポッと出てきて、でわしはドラえもんだとか言うかもしれない。さて、強いシミュラリティと弱いシミュラリティという言葉があってですね、意識を持った人工知能を作るのを強いシミュラリティと呼ぶなら、意識のない人工知能、超知能を作るのは弱いシミュラリティで、弱いシミュラリティでも世界は変わると。で、私はこれを目指した方が楽だと。で、特化型人工知能と汎用人工知能というのがあって、特化型とは、まあ英語ではナローAI、特定の目的のための人工知能、現状の全ての人工知能、いわゆる機械学習というのはみんなこれなんですね。で、チェスとか将棋マシンとか囲碁とかワトソンマシンとか。で、汎用人工知能がアーティフィシャルジェネラルインテリジェントと呼んでですね、人間のように基本的に何でもできる、常識がある、滑らかに運動できる、思考できる、具体例は春休戦とかドラえもんとかアトムとか立ちコマですね。だから SF とか小説に出てくるのはみんなこのように意識持ったやつ、ね、だから意識持たないっていうのはなんで考えないのかというとね、それね、小説とか映画にならへんからですよ。で、世界覇権をめぐる大競争と。で、私は一番重要なことはですね、人間の大脳の神秘質の動作原理、これを私はマスターアルゴリズムと呼ぶんですが、これが解明されると道具とか火とか言語の仕事に並ぶ大発見になると。で、機械超知能を作れる、で人類から超人類への道が開かれる。だからこれを求めてですね、一部のね、世界の一部は大競争を繰り広げとるわけで、世界覇権を握る競争、一国が独占すると政治的、経済的、科学技術的、軍事的世界覇権を握れると。一社が独占すると覇権企業になって株価が100兆円になる。で、仮にですね、私がですね、汎用人工知能を作るって会社を作ったとするでしょ。そうするとですね、これが成功するとこの会社の株価がですね、100兆円になるわけよ。で、じゃあ私が成功するかって言ったら、万に一つとね、10のマイナス40ですね、あるいは僕の言うことは千密だって、これ 0.3% ですよね。万に一つって言ったら10のマイナス40でしょ。で、100兆円に10のマイナス40っていくらって100億円ですね。ですから、すでに期待値として100億円がここにあるんです。ですから、10億円ぐらい投資したっていいでしょう、ね、と私は言いたいが、皆さん乗りませんか、一口。さて、私が考えるマスターアルゴリズムの条件としてですね、脳の機能に似ていること、まあ、これはね、私が言うというよりはホーキンスが言ったんですが、で、階層的であること、これ脳はですね、50人の領域に分かれている。で、情報のフィードバック、これが実は重要なの。で、時間的予測、こう一瞬先を予測すると、これホーキンスが重要だと言って、どういうことかって言ったら、人間が歩くときに、人間でも何でもする、歩くときに次の瞬間に床があるということを予測しているわけですね。で、この一瞬先の予測がこの滑らかな運動を生むと。だから生物っていうのは必ず一瞬一瞬先を予測しとる。で、階層が上がるとですね、看板変化と、まあ、自分は呼ぶんだけど、まあ、英語ではスローフィーチャーというんですが、そういうもので、予測誤差の最小化って、これプレディクティブコーディングって、まあこの辺のことが生島さんおるのかな、どっかいなかった、いらっしゃいます、あの右の方、まあ生島さんぐらいな、分かるな。で、寝室内の情報の流れって言うんですよね、まあ、人間の脳はですね、50人の階層、両側に分かれて、こう階層構造になってるんですよ。で、下から知覚入力、例えば目から入ってきた入力とかね。で、筋肉出力、脳って何のためにあるかって言ったらですね、物を見たり触ったりして筋肉を動かすためにあるんですよ。これが脳の基本なんですね。なんでかって言ったら、例えば餌取らんといかんじゃないですか。そのためには何かね、美味しそうなもののあるところへ、例えば見ていくか、匂いを嗅いでいくか、行って食べると、ね。あれ、敵が来たら見て、ライオンが来たら逃げると。だから生物は何のために脳があるかといったら、視覚入力って筋肉を動かすためにあるんですよ。いや、人間の、いや、動物の脳って考えるためにあるんじゃないですよ。逃げるため、物を食べるためにあるんです。
で入ってきた情報、これ下から上に行くのがフィードフォワード、上から下へ降りてくるのがフィードバック情報という。このフィードバック情報が重要なの。だからディープラーニングとよく言われるものはこのフィードバックがないんですよ。でですね、この中はですね、この階層の中は横方向に密結合、これミクロコネクトムという。で上下方向には素結合、マクロコネクトムという。で人間の意識なんて一番トップにあって、でほとんどが潜在意識なの。まあ、例えば 99% の潜在意識、例えばこんなものをね、こう持つったっていうのはこれいちいち考えてないんですよね。こう手が勝手に動くわけですね。ですから皆さん方ね、ほとんど何も考えてないのよ。 99% はだいたい無意識で動いてるわけだから、汎用人工知能を作るっていうのは賢い機械を作るっていうんじゃなくて、この 99% の無意識を実現すると。ですから真っ先にやるべきことはね、僕が作りたいと思うのはネズミですな。でロボットネズミですよ。でこれ作ったらですね、このヒゲが、まあ、あんまり見るっていうよ、これヒゲでね、物を感知してガーッと走り回るわけ。何するでしょう。で僕の作ったネズミ何すると思います？メスの尻を追いかけるわけですよ。でフィードバック情報の重要性っていうんですか、まあ、これはカール・フィストンという人がですね、重エネルギー原理ということを言っとって、で何かって下の階層から知覚情報が入ってくると、これをねエビデンスとか観測とか言うんですが、で上の階層から事前知識っていうのが降りてきてですね、これは脳内の世界モデルっていうんですが、世界はこうあるっていうのがね、脳のてっぺんにあるんですよ。で信念は証拠と事前知識の席って、まあね、これってベージアネットワーク理論のややこしい話なんですが、素早い判断ができるというのはですね、例えばこういうものを掴んだ、こう掴めるっていうのはですね、実はここに物があるってことはね、もうね事前知識ですよ。でこれがまた比較的柔らかいから、これロボットはねこういうものを持つとガーッと潰してしまうんですよね。そうしないために事前知識っていうのは重要なんですよ。でところがこれがあるとですね、このノイズ除去ができる。どういうことかというとですね、例えばこう顔を見るとね、で下から上がってくるエビデンスだけ見とったらですね、顔をもし半分だけ見たらですよ、ね、世の中にこの半分の顔っていうのが存在すると思っちゃうわけ。なことないわけで、だから、ね、顔はこの完全な顔があるという事前知識が上にあるもんだから、下から上がってくるエビデンスとそれをかけて完全なものにする。でそれがこれでベージャーネットワーク理論なんですが、信念だったらね、あなた方は信念を持ってるって、そんな意味じゃないですよ。単にビリフって、まあ、ベージャーネットワーク理論の言葉だけど、下の階層の入力が入ってきて、これ証拠とか誘導とか言うんだけど、で上の階層出ていくと、上から入ってくる事前知識が入ってきて、これ事前確率というんだけど、で信念というのは誘導かける事前確率って、まあ、こういう定理があるわけで、でそれでですね、下の階層を出力すると。だこの流れ、これがですね、脳の中で起こっとるわけよ。でだからでもう一つ重要なのは時間の的予測って、この時間的予測っていうのはもう一つ入ってくる。だから時間、下から来る証拠、目で見たもの、さまったものと、それから思い込みと、それから一瞬前の情報で、これは先ほどの話にあるところの あれですな、マルコフチェンってやつや。で瞬間先を決めておる。瞬間先に世界がこうなるというのをこれ信念というんですよ、自分が思っておると。というわけでこの仕組みをですね、あとはコードに書けばですね、超知能ができる予定なんですよ。で超知能作りに必要な3つの基盤としてはですね、まずハードがいると。でこれはノイマン型のスーパーコンピューターでもいいし、あるいはノイマン型の人工知能特化型コンピューターでもいいし、脳型コンピューターでもいいと。でもう一つ重要なのはノーコンピューターインターフェースで、ここに、ね、ガチャンとこう入れて、まあ、高架機動隊ならここにガチャンと入れるんですが、で私はですね、まあそっちは専門じゃないから、このソフトウェアマスターアルゴリズムを作ろうとしてるわけです。でノーコンピューターインターフェースに関しては昨今ね、すごいね、ニュースがあって、こうまずね、非侵襲型と侵襲型っていうのが分かれるから、侵襲型っていうのは脳に穴開けることですね。でイーロン・マスクって自動車会社はね、彼がね、ニューラリンク社っていうのを作ってですね、神経レースっていうものを提案して、神経レース、レースっていうのはレーサーメンのレースですね。これはね、注射器でね、ここに脳の中を打ち込むんだって。なこの中に広がって、で、このレースと、
ニューロンが一体化すると、だからこの信号がですね、人間が何考えてるかっていうのをこの線で取り出せるっていうわけですね。でそれをね、実際に会社作ったってことがすごいわけね。だからできるかできないか知らんけど、できると思って作ったわけでしょ。そしたらフェイスブックも黙ってないですね。フェイスブックは非侵襲型でいこうと。普通はメガネとかコンタクトレンズを考えるんだけど、フェイスブックはですね、近赤外光をこっから入れてこっから出そうと、こう脳を透かしてみようという。でこんなことできるのかって、今ね実はこの近赤外で脳の中を見るっていう分野、膨大な分野あって、こっから光入れてこっから出すんですよ。三段光と、も時間が来たら教えて。もうない、もうなった、もうじゃあ、まあ終わりましょう。で、じゃあ、まあ、私は何やってやけど、当面目標とするものですね、意識のない弱い肺炎人工知能を作りたいと。で、これは技術的に簡単で役に立つからと。で、人工知能脅威論7目。で、感情を持たない方がよろしいと。で、怒らない、怖がらない。で、これは弱い信頼権を狙うと。で、意識とか感情は人間が担う。だから私は高架機動隊のですね、草薙素子になりたいわけよ。で、いうような知能機械知能を作りたいと。だからロードマップがちゃんとできておってですね、ハードは斎藤マシン、斎藤元明さんがもう作ってくれる予定です。2020年から25年で、マスターアルゴリズムは自分は開発しようと思って、2020年までにプロトタイプと、25年に実稼働と、で29年にプレシングライトが起こると。で具体的にはどんなものかといったらですね、この人工大脳室がどっかクラウド上にあると。でこれハライが面白いこと言ってるけど、昔神はね天井雲の上に乗ったって、今後の神はクラウドの上に乗るっていうね。でこの人工大室やクラウド上っていうけど、実はねどこにあるかどこかも場所決めてあるの。私の京都のね秘密研究所っていうのがあるんですが、この地下室なんです。ですから私の表はですね、シンギュラリティは川端地上からというんですが、でだから超知能というのは人間プラス大の、人工大脳室で、メガネとイヤホンとか神経レスでコンタクトすると、まあシリとかサマンサがこの辺に出てくるイメージですね。で何がありたか、人工知能駆動科学で科学爆発を起こしたいと。ですから私はですね、あんまりねむちゃくちゃな抽象的なことは考えてないわけ。だからターミネーター作るとかさ、そういうことは考えてなくて、具体的には人間自分自身をですね、知能をアップさせると。それもはっきり言ってしまえばですね、iPhone をこの頭の中に入れようっていうわけですよ。で、できるか。上杉鷹山公こうおっしゃって、なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけ。斎藤元明さんがこうおっしゃった、できると思えばできる、できないと思うとできない。素人にこそできることもある。プロはできない理由はいくらでも言える。ライト兄弟は、飛行機を作ったんで、彼らは素人で自転車屋です。専門家は飛行機は飛ばないと言ったんですね。これはちゃんとしたまともな理論でね、それだけ見たら飛びそうないですよ。でも飛んだんですね。アーサー・クラークはこう言った、老体化が可能だと言えば多分正しい、不可能と言えば多分間違っている。よくね、シングライティが起こらないというのたまを日本のですね、老体化がね、約2人ほど知ってるけどですね、彼らは老体化であるから多分間違うと。いや、若い女性の老体化ですよね。で、吉田松陰がこう言った、夢なき者に理念なし、理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に夢なき者に成功なしと。そういうわけで私はですね、夢があり、理想があり、計画があり、実行があるから必ず成功すると。で、これが左が吉田松陰なんですが、で、これが斎藤さんで、で、まあ、今後ですね、明治進出が起こるんじゃない、起こしてみせるというわけです。はい、ありがとうございます。では質疑応答の時間をやってみたいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございました。ですね、僕はその絵本のお話を書いてるんですけども、物語としてですね、このシンギュラリティというか、そのサピエンス遺伝子の中でも、そのいかにたくさんの人を信じさせる物語を作るというのがすごい重要だったと言われてたんですけども、先生はその
て物語化してみるとどのような面白さがあると思われますか。それは人間がというか私が超人間になるということ面白いじゃないですか。だからそれが夢ですよ。でもうちょっと具体的な話で言うならば、あの榊蓮さんという女性作家の、ね、エクサスケールの少女が何か読めばいっぱい書いてありますよね。いかがでしょうか。そうですね、じゃあ大変お気づけられた、ありがとうございました。弱い人工知能に集中したいと、それで自分の頭の中に iPhone を植え立てて埋め込みたいと、私も誠に、それに全面的に賛成なんですが、弱い人工知能って言っても、頭の中に埋め込んじゃえばまた話は別なんですが、でもそれが意思を持っているように振る舞わなければならない場合というのがありそうな気がするんですね。いやいや、それは人間の意思で動かすわけですよ。だから意思を持ってるわけですよ。それは人間の意思。で、例えば、その今アメリカの IPP で議論している一つで、ロボットが間違ってとんでもない、じゃ人間がとんでもない命令を下してきたときに、ロボットはそれを聞くべきかっていう議論があるわけですね。で、バカな上司が賢い部下に向かって命令したときに、賢い部下はどうすればいいかっていう話なわけですけれども、それは適当におたてにおいて予備に計らうっていうのが多分正しいだろうと思うわけですよ。そうするとどうしても意思を持ったように振る舞わないといけないのかな。そうすると弱い人工知能となかなか言ってられないな思うわけです。いや、意思がなくたって、いわゆる強化学習すればですね、だから目的関数があって、例えばアルファ5ってこう打つときに、あれ意識があるように見えるじゃないですか。まあそんなもんですよね。いや、何と言っていいのかしら。私が思うのは、そのいわゆるね、そのハリウッド的にそのロボットが意識を持って人間を襲うみたいな、そんな危険性を云々するよりは人間の悪用を懸念しろと。人間の方がよっぽど凶悪なんですよ。だからこそバカの人間に命令された時、ロボットはどうしたらいいのかっていう話になるんです。それは言われた通りに行うのが機械じゃないですか。そこで言われたことに反するようなことをするような機会はでき損ないじゃないですか。だってプログラム作ってですね、でここを言いながら、いや間違ってたりするんですよ。でも作った人がこうしたらこうせえというふうに作るわけだから、それに反したことをやるようだったら、それはそのプログラムがおかしいじゃない。いや、だから僕はね、そういう考え方はすでに非常にね、人間的な価値観で物事をみんな考えるの。私はもうちょっとね、機械的に考えるべきだろうと思うわけよ。だから世間の多くの議論は、人工知能が意識を持って人間を滅ぼしたらどうなのかとか、その倫理がどうだとか言うんだけど、そうじゃなくて、僕が言いたいのは、機械は機械なんだから、人間の倫理の方を問題にすべきだろうって、そっちの方がよっぽど危ないよって。だって人工知能が意識なんか持たなくたって、人は自分の悪だけどやるわけでしょ。 できるわけじゃないですか。だからその心配は、それを心配するなら人は心配しろと、というのと同じレベルだと私は思いますけどね。他の方はどうでしょうか。ちょっと当ててる方ありますか。お話ありがとうございました。不老不死についてお聞きしたいんですけれども、一部の人が不老不死を獲得するっていうのはまあいいとして、その、具体的にどういう状態に不老不死になるのかなと、いや、そのコストが、どうして高くなるのかがわからなくて、例えば体をこう更新していくんだったら、我々の体はそんなレアメタルでできてるわけじゃなくて非常に安いと思うので、材料はそこはお金かかりそうにないし、なんかこう知識アップロードをするんだったらハードですが、今ただみたいになってるので、いずれにせよお金はそんなかかりそうにないなと思って
どうしてその不老不死がお金がかかるのかなってちょっとお聞きしたい。そんなものかかるに決まってるじゃないですか。今の医療で、いや死ななくたって、いや不老不死じゃなくたって、例えばがんになったら治すって金がかかるじゃないですか。同じですよ、それは。で、だからそんなに金がかからないと、不老不死で金がかからないというのなら病気に治すぐらいってダダじゃないですかって、その理屈ならね。そんなことないでしょ、高いでしょ。だから例えばアフリカとかなんとかでお金ない人は医療にかかれないと、でも先進国の人間はかかれると、金がかかってるわけですよ。で、病気でもこんなに金がかかるのに、死ななくなるのに金がかからないわけがない。これはむちゃくちゃ高いですよ。で、具体的にどうするかというと、それはいろいろあるでしょう。生物的に死ななくするという考え方と、カーツワイルなんかが言うのは、自分の脳、魂をですね、マインドアップロードするとかいうことを言うんだ。まあ、それはそっちの方がやっぱり難しいと思いますよ。だから人間を死ななくするというのは、もう今、非常に研究進んでるじゃないですか。だからまあ、当面は寿命は150歳ぐらいにする。で、その次は500歳ぐらいにするということでしょうけどね。だからその次に2045年ぐらいになるとですね、研究が進んで平均余命が1年に1年伸びるというようになると、そうするとですね、もう知らなくなるんですね。時間の都合上、これで締め切りさせていただきます。渡辺先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。